皆さんこんにちは、鈴の木です。今回はですね、定期的に出てくる論争についてのお便りです。こんにちは。自分はオートマ限定の免許を持っていますが、ネットではオートマ車しか乗れない人は運転が下手だという意見をよく目にします。どうしてオートマ車を運転する人は運転が下手だと言われるようになったのでしょうか。ネットの意見とはいえ気になってしまい、免許の限定解除をしようか悩んでいますというご質問なんですけども、自分もたまにネットとかでちらっと見ることがあるんですけども、どういう理屈なんですかねこれね。ネットで言われてる下手な運転というのがどういう運転のことを指すかにもよりますけど、要は周りを気にせずに自分勝手な運転をする人、例えばスピードを出して無理な追い越しや車線変更をしたり、車線変更の時に方向指示器を出さなかったり、一時停止すべき場所で一時停止しなかったり、煽り運転をしたりすることを指すのであれば、マニュアル車を運転している人の中にもそういう下手くそな運転をする人はいます。逆にオートマ車を運転する人の中にも常に周りの状況を把握して交通ルールを守った上手な運転をする人はいます。オートマ車に乗っている人よりマニュアル車に乗っている人の方が運転の技術力があるという人もいるそうですが、そもそもマニュアル車とオートマ車の違いは、ギアチェンジの操作を自分で行うか車が自動で行うかというだけです。ギアチェンジの操作を自分で行うというのは、まあ一つの技術と言えるのかもしれませんが、その程度の技術を身につけたところで運転がうまいという基準にはなりませんし、実際に運転がうまくなるわけじゃありません。運転がうまくなるのに必要なのは、急発進、急ハンドル、急ブレーキをせずに適切なハンドル操作やペダル操作を行って、周りの状況を常に把握して日頃から安全運転を心がけようとする意識です。そういった意識はオートマ車に乗っていても身につけることができます。ですので質問者さんも気にせずに日頃から安全運転を心がけて上手な運転に努めていただければ、別に免許の限定解除とかは必要ないと思います。それでは今回はここまで。また次回お会いしましょう。